皆さん、たぬきちだなも、ただいま2020年3月29日日曜日の午後6時28分なんだもん。さて、本日のニュースは、ありますよ、ないんかい。ところで皆さん、今日は鉄塔での暮らしを充実させるおすすめグッズを紹介するだなも。せっかくの鉄塔での新生活、暮らしと一緒に自分自身も大胆にチェンジしたいと思わない思う。ドレッサーや姿見、テーブルミラーなど、身だしなみをチェックできる家具があれば思い切ったイメチェンも。へぇ、なるほど。こういうのを持っておきなさいよということか。つまり、おい、鉄塔、お前ちょっと汚ねえぞみたいなことを言っているのだな。こんなみんなに言う必要なくない？マイク使ってさ、ちょっと思いやりがないよね。それでは、なるほどね。身だしなみか。確かにちょっと気遣っていかないといけないところだよな。よし！というわけで、集まる動物の森続きからやっていきましょう。まずはメールチェックからいきましょうか。商品が届いたのかな？たぬきショッピングから雑誌が届いた。あと、象の滑り台。え？ハッピーホームアカデミーから7328ポイントランク B おめでとうございます。家具がたくさん増えてきてお部屋らしくなってきましたね。ますますの発展をお祈りしてお祝いの品をお送りします。ハッピーホームアカデミー。なんだこのポイント、急に溜まってるな。よくこういうメールが迷惑メールボックスに入ってるけど、ポイントがありますみたいな。この間はね、62億ぐらいをくれるみたいな迷惑メールが来てたな。まだあるんだ、そういうのと思ったけど。まあまあ、もらっておきましょうか、じゃあ。なんだろう、何くれたんかな。雑誌、開ける。象の滑り台、開ける。プレゼントは？アイロン台。アイロン台か。アイロン台ね。アイロン台はあっても、アイロンがないんだけどな。とりあえず象の滑り台置いてみようか。あ、こんなところに人手マークがあるじゃないか。象の滑り台を、この辺、飾ると遠くで何か違うのかね？飾る。おう！乗れんのかな？あ、違う違う違う。あれ？乗れはしないの？飾ったから置けばいい。あ、そういうことになる。置くってそういうことになる。さっ、はい、化石です。よいしょ。アイロン台とかも置いとこうかな。でもなんか家具がごちゃごちゃしてるのもそんなに良くないよね。ミニマムな暮らしをしていった方がいいような気がするけど。なんかラジオが流れてるわ。アイロン台、あー、もろにアイロン台って感じだね。あ、スチームが出たな、今。蒸気が。まあまあまあ、いいでしょう。あとは雑誌を、適当に放っておくか。ほい。何の雑誌なんだ？料理雑誌だな。読めはしないのか？読めはしないんだ。よし。あ、いいでしょう。家具置き名人。こだわりインテリアで充実ライフ。別にこだわってはいないんだけどな。インテリアにこだわれば自分だけのお気に入り空間をどんどん演出できるだなも。うわ、線はでかい。こらでかいで。よし。結局あの豚ちゃんは来なかったのかね。よし。ラポー。いっぱいあるね、化石。すーごいいっぱいあるぞ、化石が。いいですよ。あ、おさえさん。なんか巻き持ってる。どうしたんだい？よっ、どっか出かける途中？はね。お話ししよう。そうそう、あんたには言っとかないと。うち、ついにテント生活を卒業したんだ。知ってる知ってる。テントも悪くなかったけど、やっぱり家の方が物もたくさん置けるし、住んでるなーって実感があるね、パネ。パネーな。雑草も取っとくか。お、光あり。まず光あり。
よいしょ、金だ金だ。へい、あ、哲也さん、どうもです。島での暮らしいかがですか。そういえばお店の建築資材集めの件、哲也さんにもお手伝いしていたちでいててて。ありましたよ。てか俺にもってことは他の人も何かやってんのか。あんまそんな感じはしないけどな。おさいさんとかもなんか手伝ってくれてんのかね。さい、やっほー、卵。まあ、こんなもんか。とりあえず売りに行くついでに商品を見るとしますかの。今日は何が入荷しているのかな。たぬきショッピング、グランドライト、ホースリール。グランドライトっていうのは床が光るみたいな感じ。ちょっと欲しい。うわ、サングラスはいらないな。グランドライトだけちょっと気になるな。これだけオーダーしとこう。よし、また金を使ってしまったぜ。魚影ある。鈴木かな。はい。お、イカじゃないか。イカは初めてだ。ゲッソ。今のはゲットとかけてるんだろうな、多分な。さい。わあ、タイヤだ。タイヤやたらあるな。少なくともバイクが一台この川の底に沈んでいるっていうことは分かったね。沈めたのは誰なのか、そして何のためなのか、謎は深まるばかりだな。怖っ。あ、青い蝶は初めて見たぞ。さい、あ、それ、ん、おい、さっ、なんだこれは。モルフォ蝶、ブリリアントだね。モルフォ蝶は初めてのやつだ。相変わらず金をこの辺に置く。金と銀的発想。泥棒が来るかもしんないけどね。なーに、この量を見たら泥棒もただひるむだけだろ。ではちょっと化石を見てもらいに行くかね。たくさんあるぞ、化石。全部鑑定してもらおう。ケツアルコアトルスの頭。あ、なんか左翼みたいなの手に入れてたな。これを、他は、あ、これ知らない。あ、ケツアルコアトルス右翼出てきた。いいじゃん、左翼と右翼と頭。よし、あとは、オフタルモサウルスの頭。これは何ですか？解説お願いします。オフタルモサウルスはですね、恐竜時代の最初に登場します。ちなみに恐竜ではなく、魚竜という海に住む爬虫類でして、チャームポイントは、イルカのような体と大きな目玉です。イルカのような体に目がでかいって、ちょっと怖そうだな。イルカって目ちっちゃいもんね。この目のおかげで視力が良く、暗いところでの狩りもお手の物だったみたいですよ。メガロケロスの右半身。どうぞ。メガロケロスはですね、恐竜よりももっと後の氷河期を生きた鹿の仲間です。鹿なんだ。学名はメガロケロスギガンテウス。めっちゃ強そうだけどな。なんだか恐竜みたいですが、巨大な角を持つ鹿という意味です。へぇ、メガロケロスが巨大な角。で、ギガンテウスが鹿なのか。鹿ってなんかすごいな。
その名の通り、幅3メートル以上もある大きな枝角を持つ大型の鹿だったようですよ。距離に比べるとだいぶ小さいのですが、現代の動物と比べやすい分その姿を想像するとワクワクしますよ。へぇー。モルフォッチョ。ひっ、モルフォッチョ、蝶も嫌いなの？解説してくれやお。あ、聞きますか。それでは、ご本。モルフォッチョは森の宝石とも言われ、鮮やかなブルーがとても美しい蝶です。実はこの色は色素ではなく、何層にも重なった透明な鱗粉による光の乱反射から生まれているんです。へぇー、光ってるのか。しかし、いくら綺麗だと言っても虫は虫ですからね。ああ、気持ち悪い。もうじゃあ虫を展示するのやめちゃえばいいのにね。なんでそんな嫌いなものまで一気に展示しようとするんだろう。あとはイカがあります。イカ。ほっ、これは間違いないイカですね。解説、お願いします。イカはですね、そもそもタコと同じで貝の仲間だったそうですよ。ふにゃふにゃのイカの胴体の真ん中に通っている薄い骨のようなのが貝殻の名残と言われています。確かにイカの身の弾力は貝と近いものがあるような。美味しい出汁が出るのも一緒ですね。なんかこれはね、聞いたことあるんですよ。昔は貝殻を持っていたよって。メッセージボトルを開けよう。このボトルを拾われた方へ。小さい頃に書いたお絵描き帳をヒントにして DIY で作れるようなレシピを考えたんです。世界中にこのレシピを広めたくて、こうしてボトルに詰めてみました。まずはあなたが作ってみてください。どこかの島のモヘアより。モヘアからハリボテの草。なんだハリボテの草って。ハリボテの草のレシピを覚えたぞ。モルフォッチョは結構いいお値段なんじゃない？宝石なんでしょ？ブリリアント。ああ！ 4000 すごい！モルフォッチョすごい！こら、宝石ですわ。あとは、イカ。イカもいいでしょ、案外。イカは500か。もうモルフォッチョを知ってしまった今では、イカもただの雑魚だな。雑魚、稚魚だな、イカも。タヌキマイレージが、お、プラスか。はい、買い取ります、キャンペーン。OK。あ、なんかいる。なんだろう、あれ、カミキリムシみたいなのがいるな。さい！よし！これはゴマダラカミキリを捕まえた網を噛み切らないでね。やったー。こういう木の上に止まってたりもするんだな。あ、出た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 。気持ち悪い船虫。船虫せい！せい！くそ。ダメだった。一番気持ち悪いよね、船虫が。この世界で。おそらく。そう思う。初めて海で見たとき、震えて、岩場でずっと止まってた気がするな。ふだ虫だ！つって。ん？これは？アンチョビ？アンチョビを釣り上げた。生のアンチョビは塩辛くないのね。アンチョビって、こんななの？俺全然知らなかったな。なんか、アンチョビって黒い塊みたいなもんだとばっかり思ってた。魚なんだ。恥ずかしいな。くらえ！ゴマダラカミキリジャイ！え！やっぱダメなんだね。虫全般がダメなんだ。ゴマダラカミキリはですね、顎の力がとても強い虫なんです。大顎の筋肉が非常に発達しており、硬い木など植物の繊維を平気でボリボリ食べてしまいます。鉄砲虫とも呼ばれる幼虫が食べた木には、鉄砲で撃たれたような穴が開き、成虫と同様大きな食害をもたらします。このように厄介者の幼虫ですが、焼いて食べるとなかなかの味なんだとか。何も食べなくても。ゴマダラカミキリの幼虫を食べるのかい？
まあまあまあ、いろんな職があるからね。他は、アンチョビ。解説お願いします。アンチョビはですね、正式にはカタクチイワシという海の魚でして、塩漬けにした食品加工が有名です。イワシは栄養価が高く、世界各地で漁獲され、様々に料理されて食べられています。アンチョビを使ったパスタも美味しいですが、パンに寄せて食べるのもいいですね。結構食通だな、こいつ。これはどこからどう見ても船ですね。お願いします。船と鯉の見分けがつかないという話をたまに聞くのですが、一番の違いはですね、ヒゲです。船にはヒゲがありません。おー。立派なヒゲを蓄えた鯉に比べて、船はどこか庶民的な感じがしますね。なるほどね。船にはヒゲがない。覚えました。これは、イエローパーチですね。イエローパーチはですね、小さいながらとにかくデザインがかっこいい魚です。ギザギザした背びれ、縞模様の体、オレンジ色のヒゲ、すべてがクール。私も一ファンとして可能な限り自然の生態環境のもので姿を確認したいのですが、イエローパーチの旬って真冬なんですよね。寒いのはちょっと真冬なの？今釣れちゃってるけど、生態環境が壊れ始めているこの島の。俺が来たからか、それとも、村を発展させようとした弊害か。この鉄塔脅かされてるな、生態系が。どん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 。では、あ、雲だ、雲。怖え、あれ、捕まえられっかな。おさいさんめっちゃ見てるじゃん。あの棒で叩き始めそう、今にも。あんまビビらないんだね。うわあ、痛い！なんだ、なんだ、急に、グー！おさいさん！おさいさん！何？何された俺。今何された？雲にやられた。そしてそれをおさいさんはずっと黙って見ていた。おさいさーん。助けてよー。何今の。おさいさんがいない。おさいさんもやられちゃったかな。おさいさん？あ、ちょっと出かけてるよ、おさい。あ、XL さん。おさいさん見えませんでしたか？そう、釣れないな！でゴンス。こいつ何も分かってない。今、とんだハプニングがあって、俺タランチュラ的なものになんか毒液を吹きかけられてたというのに。あ、おさいさん。見てたでしょ、今。よ、さっきぶりだね、パネ。さっきぶりってのは俺が倒れた瞬間のことかい？話に来たよ。ハッピーホームアカデミーの結果はもう見たのかい？うちは、まあそれなりにって感じかな。人から見た自分の部屋の出来栄えを点数で教えてもらうっていうのもある意味恐ろしいもんだね、パネ。なるほど。あの点数は勝手につけてくれたやつか。そういえばそんな話あったね。いやーちょっと、あの雲絶対許さん。見つけたら俺がとっちめてやるからな。マジ、コードネーム艦長に放り投げてやるわ。畜生。やられた。毒が回ってたりはしないのかな？それだけが不安だね。よし！アポー！ブラックバースが釣れました。あー！釣り竿が壊れてしまった。いい釣り竿だったんだがな。ビオネ、タカラガイ、アジ、カレイ。ビオネ、骨貝、カレイ、ブラックバス、モルフォチョ。わー、8060ベル、すごい。その半分はモルフォチョというこの恐ろしさ。金持ちになってきたで。カミキリムシ、なんか安そうだね。120円とか。おお、でも350。まあ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 。イエローパーチは高いんじゃない？ 300 か。そんなもんか。まあ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 。いいでしょう。ガンガングングン、ゴーゴーゴン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 。
ょぼい釣り竿を作っといてと。お、島台、石台、荒磯の王者だ。石台いいやつじゃないかな。とりあえず今日できることはこのぐらいっぽい感じがするね。なんかでも新種をいっぱい集められたな、今日も。今日も今日で。はい、お願いします。石台はですね、白と黒のストライプがかっこいい岩場に住む魚です。とても好奇心の強い魚でして、子供の頃は向こうから寄ってきてくれることもあるんですよ。釣り人との駆け引きも上手で、磯釣りの王なんて呼ばれ方もされてなかなか人気者なんです。へぇー。磯釣りの王っていうのは、うまく捕まえられないから王なのか。どうなんだろうね。よし。では、まあ、売れるもん売っちゃって、今日はこの辺にしとこうかな。で、また日を改めてっていう感じかね。おさえさんの部屋ちょっと覗いてみようか。お邪魔します。おい、女性の部屋勝手に入っていいのか、ノックしたとはいえ。あらー、ファンシー。なんか幼稚園みてえだな。おさえさん幼稚園みてえな部屋に住んでるね。せっかく来てくれたんだ。くつろいできなよ。はぁね。あんたが来てるそれって、確か、こんにちは T シャツだっけ？シンプルだけど、清潔感があっていいね。まあ、それもあんたの着こなしがいけてるからなんだろうけどさ。その爽やかさ、うちには出せないよ。はぁね。おさえさんは、なんでセーラー服の上しか着てないんですか？そういうあれはないのかな、概念は。めっちゃ見るじゃん、おさえさん。あ、横を見てチラリと見て、語ることをやめたな。なんか言えよ。冗談ですよ、冗談。時計も可愛いね。この家、うちの趣味丸出しさ。好きなものに囲まれたいたちなんだ。誰になんて言われてもね、パーネー。ごめんなさい。そうだよね。自分の部屋は自分の趣味でいいんだもんね。別に、誰に見せるからでもないし、あ、手振ってた。いいと思います。よし。売るもん売って帰ろ。土壌はいくらかの ?400。結構いいね。いい方。よし。では、とりあえずマイル確認しようか。たぬきマイレージプラス。虫取り強化キャンペーン150。パチンコ、バルーンファイトか。危険な虫にご注意。あ、これクモかな。この島には気絶しちゃうくらい怖い虫も生息してるみたいだなも。網で取ることもできるみたいだから、次見つけたら捕まえてほしいだなも。なんか、保険金みたいなのが降りたな。300。蘇った不死鳥。一気だな、フェニックス。なるほどね。よし。とりあえず今日はこの辺にしとこうかな。休憩しましょう。皆さん、たぬきちだなも、ただいま2020年4月3日、金曜日の午後4時25分なんだも。そういえば、そろそろイースターだもの、だなも。イースターって、イースターエッグとかの、あの、お祭りのやつだ。あんまり詳しく知らないんだけど。日本じゃそんな馴染みないよね。最近過ごしやすい気温になってきたとは思ってたけど、もうそんな時期だったんだもんね。本日はこれといったお知らせはないんだも。それはそうと皆さん。今朝散歩してたら桜の花びらが舞ってきてとても綺麗だったんだもん。もう時期的にはね、桜が咲く季節ですわ。皆さんも束の間の桜の季節を楽しんでちょうだいね。そうだ、なんだなんだ、スマホをいじってるぞ。何かアクセスした。 DIY レシピのアプリをお持ちの方にお花見セットのレシピを送っただなもん。お花見セット、お弁当を手作りしてお花見でも楽しんでちょうだい。おお、花見レシピとやらが届いたらしいが。ああ、桜の木と別にあるんだね。へえー、すごい
ことになってるな。桜の木だったのか、じゃあこれは。というわけで、サニショーのテッドでございます。今日も集まる動物の森やっていきましょう。まただいぶ日が空いちゃいましたね。というのもね、私、個人的なあれ、お話になっちゃうんですけども、まあ、引っ越しをいたしまして、なのでね、その間、まあ、スイッチをしまったりね、パソコンをしまったりなんだりしてたので、またプレイができませんでしたよ、といった感じでございます。というわけでね、段ボールも煮溶きせぬまま、録画だけはという形でゲームをプレイしていきますが、早速メールをチェックしてみましょう。たぬきショッピングからグランドライトというのが届きましたよと。グランドライトとは一体どんなのだったっけな？段ボールから開ける。まだいろんなものを段ボールにしまったままですけど、ゲームの中では段ボールを開ける私。グランドライトを手に入れました。これ飾ってみると、あ、ここでは置けない。家の中かな？入りまして、じゃあ家の中に置いてみよう。この辺に飾る。あー、なるほどなるほど。こういうやつだったか。なんだろうってなるけどね、ここが光ってても。靴を照らしているのかな？まあまあまあいいでしょう。結局、あの豚はやってこなかったね。騙されるって傷がついてやめたのかな？危険意識レベルの高い豚だったな、ということは。じゃあまあ変わらず街を散策しますかね。こういうものを掘りつつ。あ、掘りつつ。化石です。埋めとく必要あるのかな？なんかそのうち大丈夫になりそうだけどね。お、これはなんだ？これイースターエッグかな？せい！葉っぱの卵。なんだ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 、葉っぱの卵って。葉っぱの卵。食べるものなんだ。桜の木に葉っぱの卵がなっている。なんだろう。あとこの石はスコップで叩けみたいな話を聞いたんだよな。本当かい？あ、スコップでも出てくるんだ。へぇー。あ、卵出てくる。なんか、これがイースターのお祭りなのか。イースターエッグが出てくるんだ。さっきとは違うやつかな？いや、同じ。あ、違うやつだな。岩の卵。ちょっともう言ってることがわからない。岩から卵が生まれるんだ。なんでしょうね。一体この島はどうなっているんでしょうか。化石を掘り出した。季節も4月になりまして、まあね、そろそろ、新しい、なんだろうね、生活が始まろうとしてるけど、まあこのご時世だからね、なかなかっていう人も多いんだろうけど、4月になったんで、まあなんかできることが増えてるのかな。パッと見た感じは特に、豚もおらんしな。はい。あ、てっちゃんさん、どうもです。島での暮らしはいかがですか？そういえば、テッドさん、浜辺の方もいろいろと散策はされてみましたか？浜辺に流れ着く貝なんかも案内所で買い取りしてますので。なるほどね。アサリの話かな？やってまーす。お、ムカデだ、ムカデ！怖い怖い怖い。せい！見えなくなっちゃった。あ、取った。うわあ、よくこれ手で触れるな。大丈夫なの？手で触って、ムカデ。触っちゃダメって書いてあるじゃん。大丈夫なんかい？ベルも拾って。ムカデって最強、最高に気持ちが悪いよね。よし。あ、誰？わ、ちょっと、怖い、ウサギがいる。こいつ、なんかホラーゲームとかに出てきそうなウサギだな。めっちゃ桜の木の下で跳ねている。どうした？お前は誰だ？キョン太郎、見つかっちゃったみたいだね。それじゃあまずご挨拶。いや、
こんにちは。うるさ。新しい季節を知らせに来ました、ラッキーバニーのぴょん太郎だよ。イエーイ、拍手。ちなみに着ぐるみじゃないからね、着ぐるみじゃないと。でね、そのことよりもうすぐイースターだね。そう思うとなんだかウキウキしてこない？この時は楽しむのが一番。これからイースターの日まで僕と一緒に遊んじゃおう。今日はこっそり準備しようと思ってきただけなんだけど、まあそれはさておき、ラッキーバニーを見つけちゃったラッキーな君には一足先に秘密を教えてあげるね。いいかい、それじゃあ行くよ。卵を探そう、卵を探そう、いろんなとこに隠されてるぞ。どこにある、どこにある、いろんな場所を探してみよう。わかったかな。島のあちこちに6種類の卵が隠されてるから、それを探して集めてね。建物の中とかは隠してないから、外だけ探せば大丈夫。木とか岩とか水の中、地面も空も見逃さないようにね。それから、はい、これなんかくれるぞ。あ、レシピかな。それはイースターのベッドのレシピだよ。集めた卵で作ってね。そしてそして重大発表。ヒューヒュー、何かな。なんとこの島にはイースターにちなんだ DIY レシピも隠されてるんだ。隠されたレシピはイースターの日まで毎日増えていくよ。もしも僕が隠したレシピを見つめて全種類 DIY してくれたら、スペシャルなご褒美をプレゼント。というわけで一緒にイースターを楽しもうね。なるほど、イースターの時だけやってくるラッキーバニーという。お、早速卵を発見しましたよ。6種類あるのか。ということはこいつはうちの島の住人にはならないっていうことかな。よかったような、よくなかったような。すげえ見てくるから怖いけど、6種類だって。よっ、鍛えてるカーデゴンス。話に来たよ。聞いてくれセット、おいらとうとう自分の家が去ったんだ。なんか聞かなかったっけこれ。あんまりニュースがないようだな、逆に。ということは魚も魚のようでいて、実は卵っていう可能性も大いにあり得る。よいしょー。おっ、アジ。アジか。拍手してくれるんだ、俺が釣り上げたところを見て。6種類ね。せい。よいしょ。おー、卵出たね。卵を釣り上げた。可愛らしい卵が1、2、3、4、4種類か。あとは何だろうな、考えられるの。ちょっとわかんないね。まあまあまあ、とりあえずちょっと行ったりして荷物を減らすか。あ、ちょっと待って、これは見たことのない、見たことのないアゲハチョウ。はい、綺麗な。これは何ですか。青筋アゲハ、ブルーのラインがおしゃれ。いいアゲハ捕まえちまったな。マイルもたまったね。おお、ビニールチェア、これ良さそうだけどな。ポリタンク、こういうのも買っといた方がいいのかね。買っとこうかな。ポリタンクとかも買っとこうかな。何に使うか分からんけど、何かを燃やそうとするときにポリタンクが使えるのかもしれないね。で、その燃やしている様を見るために椅子が必要なのかもしれないし、買っとこう。たぬきショッピング。ゴールドクレスト、観葉植物か。あとは、ラジカセ。また古いタイプのラジカセだね。ペイズリーのバンダナ、スポーツサングラス。オラ !T シャツ。デニムショートパンツ。ショーパンか。ショーパン買おうかな。大好き。とってもとってもじゃない？これ。広末涼子のやつじゃない？よし。パンポンポーン。では、続きまして。博物館に行って、コードネーム館長に、また渡しに行くか。頼もう。化石の鑑定もしてもらわないといけないしな。お久しぶりです。ウングゴハ。青筋アゲハ。
青筋揚げ派、青筋揚げ派も嫌いなのかい？解説お願いしまーす。青筋揚げ派はブルーのラインが美しいアゲハチョウ科の蝶です。蝶はオスとメスで模様が異なることが多いのですが、青筋揚げ派はどちらも同じなんです。へぇー。幼稚の時にハエなどに寄生されたりして、成虫になれるのは100分の3ほどだとか、いろいろ気持ち悪い。そうなの？全然じゃあ、青筋揚げ派になれない、成虫になれない蝶が多いんだな。大変なことですよ。虫と呼ばれる存在が嫌いなんだろうな。ムカデです。ほらよ。向いてないんじゃないかなっていうか。博物館に。それとも、ここまでしても集めなければいけない理由があるのかな。なんか、裏社会に超絶な虫コレクターがいるとか、相川翔みたいな。解説お願いします。ムカデは漢字でムカデ100足と書きますが、実際の足の数は100本もありません。見た目通り毒を持っている虫なので噛まれてしまうとひどく腫れます。出くわした時は気をつけてください。100本ないけど、まあ、100っていう数字は、要は昔から大きい、数が多いっていう意味として使われてたから、まあ、それと同じっていうことだろうね。肉食なので何度も襲うそうですよ。決して顔なんて思わないでくださいね。ムカデって肉食なんだ。ゴキブリを食べてくれるらしいのですが、私は遠慮しておきます。お気持ち悪い。へぇー。ムカデについてはあんまり詳しく知ろうとも思わなかったからな。ためになる。この二つやっちゃえばいいか。お、中にはまだコレクションにない貴重な化石ってことは、コレクションされてたのもあったかな？あ、スピノサウルスの尻尾はもう出てたのか。これじゃあ売れるのかな、逆にね。ディプロドクスの首。なんだ、ディプロドクス。ディプロドクスはですね、現在発見されているものの中でも最大級の大きさを誇る草食類です。あー、あのでけえ感じのやつだ。同じような大型の恐竜の中でも、ひときわ長い尾を持っていて、無知のように振って敵を追い払ったとか。ま、頭から尻尾の先まで20メートル以上もあったそうなので、他にも色々と倒していそうですけどね。無意識のうちにね。へぇー。20メートルつらまたでかいね。こんなもんかな。よーし。着実に一歩ずつっていう感じがしますね。いつになるのやらだよな。よし。おっと、桜の花びらは取れる。おお、桜の花びら、あ、バッタだ、バッタ。桜の花びら綺麗だな、潰さないようにそっと触ろう。バッタ、バッタ、よし、やったー。少量バッタを捕まえた。チキチキバッタ、なんだろうこのネタは。ちょっと俺には伝わらないが、チキチキバッタしたな。バッタも博物館行けるかな？少量バッタのオスは飛ぶときにチキチキと音を立てることからチキチキバッタとも呼ばれています。へぇー。チキチキと音を立てるかな？バッタ。少量バッタってあのすげえちっちゃいやつだね。また指でつまむと口から茶色の液体を吐き出すことがあることから醤油バッタとも呼ばれたりしますもんね。言われたりもしますね。全然知らなかったぞ。あの液体は血ではないらしいのですが、初めて見たときはびっくりしましたよ。あー、気持ち悪い。へぇー。そんなだったかな。バッタはなんか触ったことある気がするけど、あんまり覚えてないや。もう最近はそういうバッタが出る草むらとかに、で遊ぶこともなくなっちゃったからな。大人になるってそういうことよね。ポリタンクとか置いてくるか。せい！ポリタンクを置いて、焚き火の横に、ビニールチェアを置いて、あれ？こうか。ああ。これでも座れないのか？まあ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 、いいんじゃない？
桜の花びらって何使えるんだろうね。レシピがあんのかな。まあとりあえず、いつものごとく左右の海岸も見てきますか。お、あ、トンボだ、トンボ、トンボ、トンボ行ってしまった。トンボ捕まえたいな。どっか行っちゃったか。あ、いた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 。あー、どっか行っちゃった。あ、いるいるいる、トンボ。よし、ん、これは鬼ヤンマ、銀ヤンマか。銀色じゃないけどね。銀ヤンマ捕まえたぞ。お、なんかカラフルな瓶だな。卵のメッセージボトル、これは卵商品っていう考え方でいいのかな。あ、開けられるんだ。これを見つけたラッキーなゲーム、おめでとう、プチプチプチ。卵のレシピゲットだよ。また他にもあるかも。ぜひぜひ探してみてね。あ、DIY レシピをもらえた。イースターなクローゼットと、イースターなベッド。クローゼットじゃなくて、クローゼットなんだ。覚えていこう。ふむふむ。オッケー。よいしょー。よし。あ、また倒れてら。おい。スースー、フガ。スース、お前ずっと倒れてんのか。あ、ノー、そちらは取り返しです。なんだなんだこいつは。なんだか足が冷たくてたまらない。今日は学校休みます。くむにゃむにゃ。うん、こいつ、あ、あ、起きた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 。おう、私の愛しい人よ、もっとこっちに。 What?あなたどなたさんですか。私はジオの死がない船乗りなんですけど。おや、もしかするとあなた私を助けてくれたんですか。オーマイゴッシュ、なんということでしょう。命の恩人に失礼な態度を取ってしまい、マスター、どうかお許し。ワット、何分、私は今とてもコールドランドしてまして、というのも私の乗っていた船から身を投げたのです。デストロイ、まあ寝ぼけてたんですけどね。でももう大丈夫、今は便利な時代です。キャット、これさえあればいつでもどこでも助けを呼ぶことができます。ほら、この通信装置さえあればって、うん、オーマイガッシュ、私の大事な通信装置が壊れちゃってます。ファックファックに言われて通信装置のファーツがほとんどなくなってます。これでは私の仲間たちが見つけ出してくれるのをただ待つしかありません。しかしそれでは一体いつになることやろ。親切なアナトゥ、私の通信装置のパーツを探し、通信装置のパーツ探してやろうか。じゃあ、どっかにあるのかな。ジョニー感激です。通信装置のパーツはおそらく砂浜に埋まっている。ここほどあれば多分大丈夫です。仲間たちがきっと私のことを探し回ってるはずなので、私は船のを見逃さないようウォッチングしています。パーツ探しの方はお任せするのでよろしくお願いします。なるほど、あの幽霊と同じようなイベントだろうね、多分ね。5個探せと。ファック、ファイト、サクラマイチル。よし、通信装置がどこかにあるらしいのだが、適当に掘ったら出てくるのかな。そういうわけでもないのかな。よいしょ、お、エッグですね。地面の卵、これは化石か。あ、プレゼントのやつ、ちょっと待って、一回下へ行って、パチンコパチンコ、よいしょ、 OK。 どこだ、あ、違う、この辺に、この辺にあるんだけど、あ、あ、ここにある。よし、あー、ポケットがいっぱいかい。とりあえず柔らかい木材と入れ替えて、プレゼントを開けると卵、あ、イースターのドレッサーか。ふむふむ、ヤッホー、
これで卵が1、2、3、4だからあと1個どっかにあるんだな。一体どこにあるのでしょう。とりあえず金を置いてと。鉄鉱石収納、固い木材収納、石収納、収納、黄色いパンジー収納、あと3つだな、鉄鉱石が。なかなか集まらんね。よし。よいしょ。一本ちょっと切り倒してみようか。桜の木あんまり良くないけど、ガーン、斧が壊れてしまった。斧は変わりがないな。仕方あるめ。桜の木を切ろうとした罰だな。よいしょー。お、卵を釣り上げました。これで、あー、今度は釣り竿が卵か。結構出るな。あ、やばい、桜の木を切ろうとした呪いで次々に壊れていく。お、よし、これで集まったな。30アイテムがちょっと作れなくなっちゃうけど、これでお店の件手伝えるな。完成するんじゃないか。全部渡しちゃおう。大事な鉄鉱石も渡してしまおう。ポケット取り出す、取り出す。待たせたな。お店建設の件で来ました。ただいまお店の建設に必要な資材提供のご協力を住民の皆様にお願いしております。皆様にって言うけど、これ集めたの俺だけなんじゃないのか。そんなことないか。提供します。もちろんですよ。お持ちくださったのは全部だよ。一気に全部揃えてくださったんですね。4種類すべてご提供いただいてもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。はいよ、ありがとうございます。これでお店の建設に必要な資材がすべて揃いました。では俺の品ですが、まずは半ペンと紫のシンプルカーペットとロングッチのスカートを受け取りくださいませ。ロングッチのスカートって女性用じゃないのかな。それともう一つ、今回こうして資材が揃ったおかげで建設の準備が整いましたので、立役者である鉄塔さんにはぜひ僕たちのお店の場所を決める権利を申請させていただきたい。権利をもらえた。義務ではないんだね。その店の工事看板を好きな場所に立てていただければ工事の手配を進めますので、店頭さんがどんな場所を選んでくださるのか楽しみにしてますね。なるほど。あー、店の場所を私が決めなさいよと、そういうことですね。どのぐらいの広さのあれだを想定してるんだろうね。まあこの辺かな。なんだかんだ立地的にもいいのは。あー、ちょっと広場近すぎ。あー、いいんじゃないこの辺。想像してみよう。どんなお店なんだろう。あ、なるほど、ずいぶん古い感じのお店なんだな。ちょっとここ合ってないね。
木造のかなり古い建物だ。だったら海の近くとかがいいかな。なんかこういうところ雰囲気ありそうだけどね。浜辺はダメなの？海が近すぎるのはダメ。斜面が近すぎるか。あー、なるほどなー。ちょっと考えたい。うん。まあまあ、この辺でいいんじゃないか？オッケー。よし。んー、でん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 。お店の場所を決めた。暮らしが便利になる予感。ずいぶんでもしょぼい、あれだね。なんか立つんだな。メッセージボトルじゃないか。メッセージボトル見っちゃ。拾ってくれた優しい誰か。朝のシャワーを浴びながら鼻歌を口ずさんでいると、このレシピが天から降りてきたのさ。きっと君にも作れるはずさ。僕のレシピがあればね。Do it yourself。 彼女を募集中、サントスより。彼女ができなさそうなサントスから木製のでもダブルベッド。彼女のこと考えてやがる。もし彼女がいたらダブルベッドみたいな。俺と同じ発想をしている。新居でベッドを大きくした俺と同じ発想。やめたれ。やめてくれ。いいじゃねえか別に。何の問題があろうね。ベッド大きくしたっていいじゃねえか。お、銀ヤンマです。銀ヤンマ、解説お願いします。銀ヤンマは時速60キロもの速さで飛ぶ虫の中で一番速い大型のトンボです。へえ。いや、トンボ類ってその移動の方法がさ、こうパッパッパって、こう、なんかワープするみたいな感じで飛ぶで、いや、早いなと思ってたけど、60キロ出るの。すごい早いじゃん。鮮やかな緑色の体が特徴的で、オスはお腹の境目部分が水色ですが、メスは黄緑色をしています。へぇー。幼虫、いわゆるヤゴの時期は自分より大きなオタマジャクシーや小魚も食べるのですが、食べるものが少ない環境においては、共食いをすることもあるようですね。あー、気持ち悪い。へぇー。恐ろしいな、銀ヤンマ。あ、化石の鑑定もあったな。スミロドンの体。スミロドン。なんでしょう、スミロドンは。スミロドンはですね、別名サーベルタイガーとも呼ばれる巨大な犬種を持つ猫の仲間です。サーベルタイガーか。ドラゴンクエストでいうところのゲレゲレだね。その鋭い歯は大人になると20センチ以上にもなったとか、へぇ。1万年前に絶滅したのですが、その原因は食料不足でして、餌となるマンモスが気候変動により絶滅してしまったからということのようです。マンモスを主に取ってたんだね、サーベルタイガーは。といった感じでございます。なるほどな。もう一個は何だったかな？トリケラトプスの、あ、体だ。いいじゃないか。体出たね。解説は聞いたからいいかな。解説は聞いたよ。よしよし。これでトリケラは2つだな。3箇所ぐらいだとしたらあと1箇所っていう感じだね。マイルも何か溜まったご様子でしたが。とりあえず明日にならないと焦点は発達しないので、あ、反転着てみようか。ポン！あー！なるほど。田舎者っぽい。田舎娘っていうか、娘じゃねえんだけど。田舎で暮らしみたいな。反転いいよね、でもね、冬場はね。僕も実家にいた時は結構着てましたが、すげえ XL さんに見られてる。反転姿の私を。あとはロングチのスカート。あー！
なんかいいけどな、女の子みたいだけど、すごくいいね。素朴な感じがする。では返信あるかどうか。あー、返信はなしか。そうか。なんだろう、みんなもう書き込まないし、見もしねえのかな。たぬきちなんてよ、3月19日一番最初に書いて以降何にもだぜ。いいのかい、そんな、そういうことで、この島の発展は。まあでも、あれだよね。スマートフォンそれぞれ持ってるからスマホでやりとりすればっていう感じになってんのかな。うん。寂しいね、でもね。あと、俺手紙出したはずなんだけど、普通に。ポストに投函したんだけど、その返事すら来ねえし。嫌われてんのかな嫌われてんだよね、多分ね。なんか書き込もうかな。誰も見ていないとか、ワロタネーション。鉄塔。よし。完成。ほら、今、右下に XL さん、俺が掲示板に何かしてるのを見たはずなのに。ワロタネーションなんですけど。ちゃんとお返事出してや。なんなぁ。ひどいよ。お、鉄塔さん、お店の工事看板を立ててくださったんですね。明日には開店できるように、お急ぎで工事を手配しますので、楽しみにしていてくださいね。一日でしかし、店を建てようなんて、それもそれでブラックだよね。ブラック建設会社があったもんだよ。買い取ってもらおう。まず、青筋揚げか。これは結構いい値段いくんじゃないかな？青筋揚げは300か。そんなもんけ？綺麗なのにな。スピノサウルスの尻尾。これは相当な値段がつけられるのでは。スピノサウルスの尻尾は、おお !2500! いいです！売っちゃいます！いいね。これはかなりいいです。ああ、1個200なんだ。まあまあ、なんかに使うかもしれないからやめとくけど。へえ。いいね。お花見セット。わあ、なんだこれ、イースターなクロゼット。岩の卵が5個いるのか。ドレッサーは？葉っぱの卵。これ作れるな。でもなんか、すげえメルヘンな部屋になっちゃうね。これすごいな。ウッディな卵？なるほど。季節して分かってしまったね、残り1個が。うっと。木を切ったら出てくんのかな？あ、卵出てきた。これで全種揃ったんじゃないか ?1,2,3,4,5、6個揃ったぞ。あのバニーのところ行くか。ラッキーバニー。ラッキーブーニーはどこ行った？ラッキーブーニーはいた！おい！イースターは4月12日だよ。待ち遠しいよね。ワクワクしちゃうよね。イースターの日になったらまたこの島に来るからよろしく。僕のことはそれまで秘密だからね。公然の秘密。すでに見られているぞ。始末しますか？しませんか？しませんね。はい。なるほどね。砂浜に埋まってる、5つ埋まってるっつうのだけちょっとよくわからないなぁ。なんか適当に掘ったら出てくるのかしらね。どこにあるんだい？通信装置のパーツ。なんかほんと適当に掘るしかないのかな。あ！出てきた！通信装置のパーツ。なんかすごい、コンピューターの機械が出てきたな。基板みたいなのが。なるほど。アサリを取る要領で、潮吹いてるところを掘ってやれば出てくるよ、ということなのかもしれないな。こんにちは。よし。この相対柄を地面に敷くと、おう！あー、ちょっとあれだな。これって、あ、どうすれば治る？ちょっとずれちゃってるんだけど、これ治らない？あ、すごい、足でやるなよ。なるほど、なるほど。もうちょいじゃ下で。
いいじゃないか。うちの家の入り口ですみたいな。でもなんか踏みながら入るのもやだな。踏み絵みたいになってるけど。まあまあまあいいか。へえ、なんか面白いね。こんなこともできるんだな。とりあえずじゃあ砂浜で集めるとしますかね。パーツを、パーツとやらを。パッと見たところ、あ!飛んでます。プレゼント発見。はい!よし!プレゼントをゲットしました。ズボンプレッサー。ズボンプレッサーとはまた、面用なものが、あ!ここですね。はい!よし!パーツ二つ目。あと三つどっかにあるはず。これだ!あれ?アサリ。よいしょー!エビだ!違う、ザリガニだ!挟まないでー。ザリガニが釣れたなー。ザリがいるんだね、この辺に。ザリガニなんてさー、ほんと昔はよく、家の近所でも釣れたもんだけど、釣れたっていう表現でいいのかわかんないけど。今はどうなってんだろうね。少なくなってんのかな。よし!三つ目。反応あり。よーし!案外近くに埋まってたぞ。あと一個かな?四つ、あと一個だ。どこにある?あと一個。あ、これじゃないか。あーさり。これはアサリ。あった。ここだ!よーし !5 つ集めました。ランダムっぽい感じの湧き方だったね。まあまあまあ、いいでしょう。これであやつの元に行けば、あいつが帰れるようになるのかな?待たせたな。見つけてきたぞ。見つかりましたか?あったよ。あったよ。おう!これはまさしく私の通信装置のパーツ!全部中身だったな。回って。ベリベリサンクス!これで通信装置は直ったはず。スマホなのかい?結局。ジョニーより。これでよしと。恩人のあなたには後日お礼の品を送ります。助かりました。本当にありがとうさんです。なるほど。通信装置さえ復活すればもうこっちのもんです。どれどれ変身マダク。仲間たちが抱き合いながら私の無事を喜んでることでしょう。既読ついてますから。変身はないのだが既読はついているらしい。かわいそうに。あさり。まあまあまあ、でもこれで、あいつはいなくなっちゃうけど、なんかプレゼント、お礼の品がもらえるよというイベントだったのであろうな。おそらくそうなのであろう。ザリガニって、あれかな?ちゃんと寄贈できんのかな?おほ!これはこれはザリガニは平気なんだ。ザリガニも十分、なんか虫みたいで気持ち悪いけどね。ザリガニ解説聞かせてください。ザリガニはですね、エビとカニの特徴を持ちながら独自の進化を遂げた生き物です。カニのような大きなハサミを持ち、お腹にはエビのような足がたくさん。正面から見るとかっこいいんですが、裏側からは見たくないです。なるほどね。確かに、ザリガニ気持ち悪いよね。エビも気持ち悪いよね。俺パエリアとかに入っている、なんかまんま入った、なんかエビみたいなのが、気持ちがちょっと悪くて食べられなくなっちゃったんだよな、それ以来。味はね、美味しいんだけどね。だから、剥いてあるやつ以外は受け付けなくていい体になっちまった。繊細な私がここにいます。おーい、いいね。お金もだんだん溜まってきて、もうちょっとって感じだな。じゃあマイルも見ときますか。
たるきマイレージプラス。まずは化石鑑定強化キャンペーン150、黙々木材ゲットキャンペーン150、石の上にも3年コツコツキャンペーン、 DIY ものづくり奨励キャンペーン150と。いいね。普通のは昆虫博士になれるから、島にはたくさんの虫がいるだな、もいろんな虫を捕まえて生き物図鑑の虫のページを埋めていってちょうだいね。300、趣味程度の虫好き、岩叩きのプロだな、も8回連続で岩を叩くことができた記念にマイルをプレゼント。そんなのもあるんだね。体育会系の筋肉500。なんか体育会系と文化系で違うのかな、文化部系で筋肉の色が短距離と長距離みたいなのでありそうだ。500ゲット。続いて島の景観強化キャンペーン、島の景観を魅力的にするためには家具でのデコレーションが欠かせない、たくさん飾った人にはマイルがもらえますよと。アウトドア派のデコリスト、デコリストっていう表現があるんだ。頼れるライフセーバー、もしも浜辺で困ってる人に会ったら何度でも助けてほしいだな、も飛べない鳥300。いいね、飛べない鳥。そんなもんかな。よし、マイルも結構溜まったんじゃない。タヌキマイル交換6530か。ナップサックとかって何なんだろうな。なんか持てる容量増えそうな気がするな。ナップサックちょっと買っちゃおうかな。交換、郵送で後日か。コーディネートのだけなのかもね。まあまあまあいいか。よし、とりあえず今日やれることはまあ大体やったかなっていう感じがするね。まあマイル貯めるために虫とかは集めときますが、めっちゃ拍手してくれるじゃん、俺が虫を捕まえただけで。よし、では、一旦この辺で終わりにしましょうか。休憩でございやす。皆さん、たぬくちだなも、ただいま2020年4月4日土曜日の午前9時24分なんだも、おはようございます。さて、本日のニュースは、うちのスタッフである、お、豆吉とつぶきちたちのお店が本日ついにオープンしただなも。ようやく店できたね。長かったな。小さい店ながらも、雑貨から家具まで暮らしに役立つ商品を日替わりで取り揃えているだなも。まあでも基本的には、テントの中でやってたことと変わらないよね。商品が増えてたりするといいんだけどな。鉄鉱石関係のグッズ、道具があるとすごく嬉しいんだけど。営業は朝の8時から夜の10時までだけど、営業時間外でも不要品を買い取る便利な買い取りボックスがご利用いただけると。なるほど。営業時間が逆に追加されてしまうと。でも8時から10時ってかなり長い間働くことになるね。大丈夫なのかな。それからもう一つ。商店がオープンした記念に、たぬきショッピングもアップデートして新たにカタログサービスを始めただなも。カタログサービス？カタログサービスはお客様個人個人が所有購入されたアイテムの履歴データをご覧いただけるようにしたものなんだも。ちょっと敬語が入ってくるときなんか身構えなきゃいけない気がするな。市販のアイテムならカタログから直接オーダーすることができるから、ぜひ活用してちょうだいね。というわけで、皆さん、どうぞたぬき商店をごひいきに。何割このタヌキチのところに持ってかれるんだろうね。ちなみに今回も記念のセレモニーを開催させてもらうだなも。時間と興味がある人は案内所までさんから申し込みに来てちょうだいね。はーい。ありゃ、夜によって放送中に、なになになに、ちょっとし、なんか緊急な連絡が誰かから入ってるな。館長なのか、あるいはまた別の何かつながりがある人物なのか。見ているぞ。もしもし、たぬき開発のたぬき、移住プラン、お、誰かが作るのか。どうもどうも。あー、急にご機嫌になったね。これでまた手数料暮らし、金利暮らしがはかどるぞと。
誰かやってくるぞ。豚かな。本日の島内ホストアクルでおしまいだなも。あ、どうもお待たせしただなも。今から詳しく説明を。まずですね、ここにやってきてもらうときに、ハンコと、あと、誰か保証人さんっていらっしゃいますかね。誰でもいいんですけど、うん。なんて会話をしているんだろうな。恐ろしい。豚のことだといいんだけどな。でも結構移住するまでに時間がかかりそうな感じはするけれども。次からやっていきましょう。まずはメールチェック。ガッツ。オッチ。ウリってなんだろうね。ジョニー。ディアテッドさん。絶対絶命のところを助けていただきありがとうございます。無事仲、あ、これあれか。水兵さん。カモメの水兵さんみたいな人かな。無事仲間の元に帰ることができました。これはお礼の品です。大事にしてくれると嬉しいです。ダイ。ジョニーより愛&ですを込めて。なんかもらった。ポケットにしまう。たぬきマイレージプログラム。テッド様、いつもたぬきマイレージプログラム並びにタヌポートをご利用いただき誠にありがとうございます。マイル交換サービスで交換いただいた景品をお届けしますと。何かもらいました。たぬきショッピングからデニムショートパンツ。で、ウリ。鉄塔の皆様。俺は一人なんだが。鉄塔の皆様。毎週日曜日午前に皆様の島へ株を売りに行きます。よろしくね。ウリよりご挨拶。ん?株を売りに行きます。ウリっていうのはウリ坊のウリだから、イノシシの子供のことかな。株っていうのは、あれだよね。日経平均株価とかの株?これから株が始まるのか。恐ろしいな。日曜日ってことは明日、株売りに来るんだな。ちょっとチェックしておかないとね。まず、家に入ってもらったものチェックしましょう。デニパン。デニショーパン。ビーズのやつもらったんだよな。買ったんだよな。開ける。ちょっと履いてみようか。おー!なるほどね。なんかでも小僧感がちょっと出ちゃってるな。斑点のせいかね。プレゼント開けましょう。大きな能面。ヘルメットか。あー、なんだこれは。あー、大きなかな。まあまあまあ、ちょっとね、能面は別に興味がないんで。もう一個は?ちょっと猫が騒がしいな。猫が、どうした?騒がしいぞ。たぬき開発ナップサック。身につけてみよう。おー、なるほど。ちょっと色味がな。色味がな。なんかお金を集める。これを身につけるとお金が集まりますみたいなインチキ商品みたいな色味をしているけれども。まあまあまあいいでしょう。とりあえずはね。では、桜の花びら収納。手狭になっちゃって飾れなくなってきたね。能面とかしまっとくか。収納する。スカートも飾ってたらなんか怪しまれるから住民にしまっとこう。ズボンプレッサーか。まあ、アイロンがあるからプレッサーはあってもいいよな。ああ、はいはいはい。まあ、ビジネスホテルとかでよく見かけるやつだね。コイン式なのかな?なんかレバーが、あれは違うか。レバーなのか、ただ。まあ、アイロンとかはあるけど、なんかちょっと、生活感ありすぎて嫌だな。まあ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 。今はしょうがない。よし。じゃあ早速お店行ってみようかね。あとはまあ、イースター祭が行われてるから、一応、イースター祭に向けて、集めといた方がいいんだろうね。卵とかはね。卵の模様をうまく活かしたら DIY のレシピを広めた。なんでだ?卵を取った量とかなのかな?何かをひらめたらしい。結構いっぱい集めたらそれはそれでっていう感じなのかね。
それがたぬき商店、たぬき商店ですな。本日の高額買取商品、店内買取、松明。松明っていうのもあるの？これは？買取ボックスと書いてある。売りたいものを入れたら、あー、なるほど。ここにじゃあ、入れとけば、いつなんだろうかわかんないけど、現金化されるってことなのかな？24時間年中無休。不要品はこちらの箱をお入れくだされば、買取代金を翌朝、たぬきバンクの口座へ振り込ませていただきます。手数料として店内通常買取価格の8割。なるほど。2割は持ってきますよと。株高額買取は店内のみ。ボックスに入れたものは返却できません。なるほどな。ま、お店が開いてない。おーい、鉄塔、おい、おい、鉄塔、どうした？タンカン。よう、おいらがいいことを教えてやるぞ。お前、リアクションって知ってるか？やばい、芸を仕込まれるぞ、今から。俺、軍団に入るかもしんない。こんな風に、嬉しいとき思わず体が動くことだぞ。なあ、気持ちがもっと伝わる感じがするだろう。リアクションしたいときは、ZR だ。そこから好きなのを選ぶといいぞ。島のみんなにも、鉄塔に教えてやれって言っとくからさ、ガンガン使っていけよ、ほんす。へぇ、お、パッパパッパン。リアクションができるようになった。仕草で気持ちを伝えよう。じゃあ今まで逆に俺はリアクションを一個も取ってなかったんだな。そりゃは嫌われるわけだぜ。早速じゃあ。あ、知らないのも結構あるのか？あっしっかり無視されたけど。マイルがなんか溜まったらしいぞ。タヌマイレージプラス。石の上にも3年毎日コツコツキャンペーンと。え？リアクションで充実コミュニケーション。リア充ってそういうこと？リアクションゲーは身を助くっていうのは冗談だけど覚えておいて損はないだも。ふんふん。お、オーバーアクションな素人。言うね。言われたね。オッケーオッケー。リアクションか。いつ使うんだろうな。とりあえず。お店入ってみよう。あ、ハリネズミ。マメちゃんたちが無人島に引っ越してきた時は心配したけど、想像してたよりええとこで安心したわ。そうなんです、です。本格的に暮らし始めてそこそこの日数が経ちましたが、今も毎日のように新しい発見があって、仕事で移住してきた僕たちもこの暮らしを満喫してます、と家と言われました。そら何よりやね。そりゃそうと、今日はうちも何か役立てることがないかと思って様子を見に来たんよ。お店の開店祝いも兼ねて、うちら姉妹どっかにいるのかい？姉か妹か。できることがあったらぜひ協力させてもらいたいんやけど。何かあるかしら？そんな、絹代さんが訪ねてきてくださっただけでも感謝の気持ちでいっぱいです。あ、でも、どうしたん？この島はまだ物流が十分じゃなくて生活に必要なものはまだまだすぐに足りるが違うんです。こうしてお店を構えてことで、既製品の家具について手に入りやすくとなると思うんですが、衣類に関しては商品を仕入れるためのルートがまだ見つかっていなくて。なるほど。それやったらうちに任せてちょうだい。今日この島を訪ねてみて、思ってたより近いことも分かったし、そうなんだ。どっかからすごく近いところにあるんだな。これからちょくちょくこの島にうちらの商品も売りに来させてもらうわ。毎度。え、いいんですか？そうしてくださると住民の皆さんにも喜んでもらえると思います。もちろん、うちらも商売させてもらえるなら願ったり叶ったりやもの。そうと決まったら、早速家に戻ってお姉ちゃんと相談してみるわね。女の人なのかな？はいはい、これからもよろしくお願いします。ピローン。俺には挨拶なしかよ。レッドさん、お待たせしました。レッドさんのおかげでこうして店をオープンすることができました。お店の名前は昔、たぬき社長がやっていた店の名前を譲り、いくらかのお金を払って譲り受けて、たぬき商店にしました。ご覧の通り、DIY では作らない市販の家具と販売と、あと、奥の戸棚では道具などの雑貨に加えて、宇宙の壁紙や床。おー、なるほどね。今後もぜひ、ごひいきに。なるほど。これは何だい？なんかすっごいついてくる。俺が、この店の商品を取らないかと、
すごいついてきて、囲んでくるじゃん、お前ら。なんだよ。アルコールランプ。アルコールランプと時計か。時計ちょっといいな。時間がわかるしね。時計買おうかな。デジタルアラーム時計。うわぁ、結構高いけど。ちょっとこれ買おうかな。圧を感じる。アルコールランプも買えという圧を感じるな。ちょっと、どいてくれ。これは何？身長計。ちょっと待って、これって、乗れたりするの？身長測れたりするのかな？気になる。これは？パーティーの飾りか。パーティーは俺には意味がないから。いらないかな。この辺は、戸棚の商品。クラッカー。ラッピングペーパー。高飛び棒。あんまり変わらないね。しょぼいのしか売ってないんだ。ってことはやっぱり鉄鉱石。店番みたいになっちゃったけど。鉄鉱石が必要だっていうことなのかな？こっちはいけない。なるほどな。まあ、売りますか。お、そうそう、大事なことをお伝えし忘れてました。商店のオープンに合わせて新しく3つのサービスを開始したんです。1つ目は、株の買い取りサービスです。株の行商の方が島に来られるそうなので、それと合わせて取り扱いを開始しました。株は毎日午前と午後に買い取り価格が変動しますので、その時の株価は直接お尋ねください。なるほど。株ってのは多分野菜の株だけど、実際の株、株式とかの株とかかってるっていうことなんだね。なんかでもちょっと聞いたことあるな。株で一儲けみたいな話は。行商の方が来られる日曜は株の買い取りはお休み。ってことは日曜日に株を買わなきゃいけないのか、逆に言うと。高額買い取りサービス。お、なんだいそれは。なるほど、なるほど、なるほど。通常の場合ね。その日の高額買い取り商品は、お店の前の看板。直接。買い取りボックス。まあまあ、聞いたな。はい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 。持ってないけど株価聞いてみようか。1株、1株43ベル。これが高いのか安いのかもわかんないな。今日の高額買取商品は松秋と。まあ、じゃあ、ちょっと買い取ってもらって。安かったな。さらば。ありがとうございました。ふむふむ。なるほどな。株のやり取りができるようになる、そのうちというわけで。またちょっとやられることが増えそうだね。あ、地面も光とるわい。はい、ミス。化石。これは？うわあ、難しい。ああ、助けて。はい、金。ありがとう。センベル。よし。無造作に金をばらまきと。あ、蜂だ、蜂。蜂か、あれ。やばい、襲われる。この野郎。よし。蜜蜂でも捕まえた。蜂蜜、蜂蜜。いいんかい？一匹ならばどうってことはないな。蜜蜂だし。プレゼントを開けると、お、イースターなスツール、覚えとく。ひみひみ、わっほー。やってと急にまた話しかけてきた。俺もリアクションをしないと。あ、びっくりする。聞いてくれてと。おいら、すげえもん拾った。なんだよ、見せてみろよ。ちょっとちゃん、イースターな冠のレシピだ。ないだろ。
特別にお前にもレシピ教えてやるよ。ありがとう。優しいな。もしかしたらまだ他にもあるかも。よし、もっと探してまた見つけたらお前にも教えてやるからな。でコンス、優しさで溢れているぞ。さすが面倒見がいいと噂なだけはある。イースターな冠。ヒムヒム。やった。これ帽子系でしょ。いいじゃないか。最近おさいさんに出会ってないが、おさいさん。具合でも悪かったりするのかな。あ、いた。おさいさん。レシアへくつろでておくれ、パーネ。あげるもんなんかあるかな。ないなに見せておくれ、パーネ。あー、そうだな。貴様が喜びそうな。サンゴ。鈴木やるよ。こういうの、かぶりつきたくなるだろ。おっとっと、鈴木かい？よく見ると、可愛い顔してるね。よかったのかな。ありがとう、テッド。家族だと思って、噛むんだ。名前を決めてんとね。でも、すぐには思いつかなさそうだ。当面は、鉄塔で、わあ、鈴木が鉄塔になった。俺、鈴木鉄塔になったな。鈴木家の一員になってしまった。さすがにタダじゃ悪いから、パーカーワンピを受け取ってくれ、パーネ。マジで？やったー。ブツブツ交換が成り立つんだ。パーカーワンピ、ちょっと着てみよう。あらー、かわいい。あら、かわいい。女の子みたい。これ、おさいさんのパーカーワンピかな。はぁはぁ。へぇー。洋服もらえたりするのは結構いいな。じゃあ、XL さんにもなんか、あげたらくれるんじゃねえか？ XL の服はくれるんじゃねえか？おい、XL！ お、調子はどうだ、デゴンス。これもらってくれよ。貴様には、シャコガイとか食うんじゃねえか？シャコガイやるよ。お、シャコガイかー。サンキュー。こういうもんはとりあえず持っとくと、後で役に立てる。ゴミと同義じゃない？かなり丁寧にゴミですって言ってくれてる。感じのやつだな。ありがたくもらっておくぞ。もらいっぱなし。あー、体操服。体操服て。なんでお前こんなの持ってんだよ。どれどれ？あー、でもなんか、ラグランみたいな感じで、悪くないね。悪くないじゃない。へぇー。一日一回もらえるとかそういう感じのあれなのかな。なかなかいいですね。こうやって交換ができるのも。ただ俺の手紙はまだ届いていないのか、それとも受け取っても何とも思わなかったのか。返事をくれない様子だが。お、瓶がやたらと落ちておるぞよ。よいしょー。お、なんだこれ。蝶々魚を釣り上げた。ひらひら蝶のように泳ぐ魚。なんか熱帯魚みたいな、亜熱帯に生息してそうなやつを手に入れたな。蝶々魚。私が蝶々です。はい。なんだよー。はい。なんだい。なんでこんなに埋まっているのだ。誰が埋めたんだいって。お、DIY レシピをひらめいたのはいいことですね。やっぱ、ある程度、いくつか必要なんだな、数が。化石をチェックしてもらいに行くか。虫もいるしな。館長の嫌いな虫をたくさん送りつけてやるぜ。待たせたな。お願いします。蝶々魚はですね、木の葉のような丸くて薄い体が可愛い熱帯魚です。一口に蝶々魚といっても、その種類は100以上あるんですよ。サンゴの周りで大群を作ってひらひらと舞うように泳ぐその姿は夢みたいに綺麗なんです。へぇー。クリオネがいて、そして熱帯魚の蝶々魚がいるこの島は一体。へぇー。大ゴマダラは白黒マダラ模様の羽を持ち、ふわりふわりと優雅な飛び方をする比較的大型の蝶です。幼虫は白と黒の縞模様に赤い斑点、頭部と尾部に黒い角と毒々した斑点ですが、さなぎになると金色に変わります。
いくら黄色になったところでサナギはサナギですよ。ジェリー。ミツバチも嫌いなんだ。虫全般だね。ミツバチといえば蜂蜜ですよね。しかしこの蜂蜜ですよね。僕は大好きなんだ。あれすごい似てないな。もうちょっと似ているはずなんだけど。しかしこの蜂蜜というものは単なる花の蜜ではないんですよ。集めた花の蜜を巣の中で加工したものが一般的には蜂蜜と呼ばれています。蜜蜂たちの一手間によって作られた努力の結晶といったところでしょうか。おっと。せっかく美味しくいただいている蜂蜜、深くは考えずにおきましょう。気持ち悪いんかい、結局。蜂蜜は喉にいいらしいと。一時期流行ってたな、その演劇をやってた仲間の間で。お、サメの歯の化石。パキキファロの頭か。サメの歯っていうのは？なんだい？普通のサメ？このサメの歯の化石はですね、ヘリコプリオンという古代のサメの下顎の歯だとされているのですが、螺旋状に並んだ特徴的な歯の形がどんな風に顎についていたかは今もなお議論が続いています。螺旋状に歯が並んでいるってなんか、不思議な感じだね。サメはああ見えて、歯以外は軟骨という柔らかい骨でできているので、体の化石が残らないですからね。へえ、そうなんだ。歯だけしか残らないから全体像がちょっとわかんないんだね。なるほど。そこが逆に研究者の想像力が試される夢大き存在とも言えるのです。へえ。だからサメって、現代ではよくわからない。なんか竜巻から出てきたりとか、でかくなったりとか、ロボットになったりとかしてるわけだね。なるほど。あ、やりました。パキケファロサウルス完成です。いいですよね。パキケファロサウルスについてちょっと語らせてもらってもよろしいですか？どうぞ。これはでも聞いたやつだね。なんだ？オッケーオッケーオッケー。ちょっとパキケファロサウルス見に行こうぜ。どんななんだろう。どれどれ。お、マイルも溜まったな。化石完成とかかな。どれだい、パキケファロサウルスは。なんだこれ。これなんだ。これが何かわかんないのか。アカントステガか、これが。で、サメの歯の化石。あ、ほんとだ、螺旋状になってる。こんな歯を持ってるの？どういうこと？口の中全体がこうなってるのかな？なんか、吸引して噛み砕くみたいな、掃除機みたいな感じになってるのかな？わかんないね。どれだろう？あ、これじゃないか？翼竜。あ、違った。もうちょっとだな。これ多分尻尾があればケツアルコアトルスが完成する。これでもないぞ。これも違う感じがする。あ！この奥の、これだ！ちょっと暗くて見えないけど。これパキケファロだな。あー、できたできた。もうちょっと光当ててほしいね。せっかくだからね。やったぜ。恐竜の博物館とかちょっと行きたい気分だな。大人になってからでも楽しそうだよね。上のあたりに出かけたいけれども、この調整じゃちょっとなって感じか。あれ！あ！捕まえられるんだ、船虫。そうだったか。捕まえられるのか。今うまくいかなかっただけか。ほらよ。これは俺も嫌いだが。船虫です。ギーエー！解説してくれ。実は船虫って雑食性なんですよ。何でも食べることから海岸の掃除屋さんなんて呼ばれてるぐらいです。海沿いに生息しているため泳げる虫だと思われがちですが、長時間の水泳には向いてません。ってことは短時間なら泳ぐこと一応可能ってことなのか。見た目と動きの速さなどから黒いあれに似ているとよく言われます。ああ、気持ち悪い。まあ確かにね。船虫はさ、その一匹なら、まあまあまあって感じだけど、すごいいっぱいいるじゃん。あれでちょっとギャってなるんだよね。あれ怖いよな。あの数の暴力。
パキケファロの体。サンドダラ、宝貝、エビス貝、銀ヤーマン。これめっちゃお金いくぞ、多分。13,890! ありがとう！見えてきたなぁ、借金返済。もうちょっとだぞ。お、マイレージが溜まりましたね。まず、たぬきマイレージプラスで、はい、買い取りキャンペーン。化石鑑定強化キャンペーン。マイルも結構溜まってきてるよ。やらなきゃいけないことがどんどん増えていく。でも、お前一人になったら、あ、なんだ？はいはい。お任せください。家具付きの立派な一軒家の移住プランをご用意します。もうやばい。あの豚が、とうとう騙されにやってきたな。豚という名のカモが。はい。あ、いえ。お引越しの日程は後日改めて調整させていただければと。いえいえ。何の問題もないんですが、少々契約の準備が。契約の準備か。はい。ではまたこちらから連絡させてもらいます。ダナンも。なんだい？おっと、ヘッドさん。お待たせしてたな。今の電話の内容聞こえてたの？聞こえてましたよ。実は、鉄塔への移住募集者の広告を、ほー、ずっと出してたんだ。なんとなんと、ここに来て急に移住希望者が、いっぺんに3人も？すごいじゃん。まあ、たぬきち社長としては良かったね、なのか？良かったね。そうなんだもん、ありがとうだもん。ただね、ちょっと困ったことがあって。今回申し込みがあったお客さんたちみんなテント生活はちょっとって嫌がるもんだから、ああ、バッテリーが少なくなっている。ちょっと待って、バッテリーをまずどうにかしましょう。俺ちゃん。嫌がるもんだから。ついその場の勢いで、家具付き一軒家の移住プランもありますなんて言っちゃったんだもん。まあでも言っちゃったもんはしょうがないんじゃないですか。建築自体はどうにかなるにしても、土地の確保や家具の準備まで一気に3軒分。3軒分一人で住めるのはさすがに。残念だったね。頑張ってください。ここには関係のないことです。あの、鉄道さん。この場に居合わせたのもなんかの縁ってことで。3軒分のお家を建てる準備を手伝ってもらえないかな？あ、報酬が出るのか。報酬が出るなら、まあまあまあ、しょうがないな。ありがとう、ダダモン。このご恩は一生忘れ、言ったな。それじゃあ実際にお願いしたいことを改めて説明させてもらうから、また時間があるときに僕に何をすればいいか聞いてちょうだいね。何すればいいんだろう。ちょっと一回聞いとこうか。あ、セレモニーもあるんだな。マイホームの相談もあるぞ。マイホームの相談。あ、なるほど。ローンが残っているうちはダメなんだ。何をすれば？ローン返せるかもしんない、これで。島に流れる川のどこかに橋を架けたい。うんうんうん。3軒もお家を建てるのとるとさすがにこの周辺だけじゃ十分な土地があるか心配ですし。なるほどなるほど。はいはいはい。橋を架けるための基礎を DIY で作って架ける場所を探してきてほしい。基礎。スマホに橋の工事キットのレシピを送ってたなも。橋の工事キットを作ったらそれを使って実際に橋を架ける場所を決めてきてちょうだいね。橋を架けるのは少しコツがいるから横からがったり困った時はまた聞きに来てちょうだい。ちょっと見てみようか。さすがに借りてもいいだろう。貴様からの依頼の仕事なんだから。お、なんか可愛いのいっぱいあんな。これか、イースターな冠。ちょっと、ポップだよね。ポップすぎるなぁ。おじさんにはポップだなぁ。この辺の柄。丸太の杭。粘土石。丸太の杭って何？これか。木材を使うんだ。木材3つで丸太の杭が1つ。で、丸太の杭が4つということは、木材が12必要ってことか。なるほどね。まあまあまあ、それなら今あるのでなんとかなりそうだが。たぬきショッピング。あ、なんだ、スペシャル商品。黄色いメガネ持っとるぞ。なんだろう、これ何が違うんだ？デニパン。ん？入手したことのあるファッションアイテム。
ああ、なるほど。何を持ってますよっていうのが分かるってことか。ピンポンパーン。なるほど。でもやれることが増えたのはありがたい。橋が架けられるのはちょっと、いいよね。そのうちこれ、高台に家を作りたいんだなもん、みたいな感じで、はしご、あるんじゃないかな。とりあえず、メッセージボトル見ましょう。僕の知らない君へ。久しぶりに読んだ本にこんなレシピが挟まってたんだよ。お父さんの忘れ物かな？作り方もとっても簡単だよ。僕でも作れたんだもん。君も作ってくれたら嬉しいな。大発明家のブロッコリーより。とうとう野菜から来たな。サウナストーブ。ストーブか。覚えちゃいましょう。なっぷーん。卵のメッセージボトル。これは幸せのラッキーボトル。おめでとう！卵のレシピゲットだよ。イースターなラグ。ね、バポン。これで、橋の工事キットが作れますか。ガングングーゴゴンゴゴング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 ン。グーグーン。これを一体どこに飾ればいいかという話になりますが、もう一回ちょっと社長に話を聞きましょう。何をすればいい？実際に橋を架けたい場所に設置すればいいのか？橋の架け方の詳しい説明ちょっと聞こうか。橋の工事キットの使い方はテントを張ったりするのと同じように。川岸、実際に橋を架けたい場所の川岸から川に向かって取り付ける。川幅があまりにも広すぎたり逆に狭すぎたり、でかぼこ入り組んだ川岸なんかは工事ができないから気をつけてちょうだい。撤去の工事もできるようになる。ああ、なるほど。なるほど。そこそこ便利そうな場所にかけてくれと。いうことは？まあ、左側か右側に行く場所にかければいいっていう感じだよね。じゃあ、とりあえず左側に行ってみようか。まあ、この辺かね。橋の工事キットをここに建てる。丸太の橋の場所、ここにしようかな。まあ、ここにしましょう。おー、なるほど。てるてってってってん。新しい未来への駆け足だ。これでいいのかな。できたぞ。おい、社長、やってきたぞ。社長さん、言う。テッドさん、どうもどうも。どうだなも。橋の工事キットのいい設置場所見つかったかな。設置できたよ。あ、どうもありがとうだなも。これで明日には橋がかかって、島内の移動がうんと楽になるだなも。さてさて、いよいよ次はお家の準備だなもん。まだ橋が完成してからでもいいから、時間があるときに何をすればいいか聞きに来てちょうだいね。なるほど。お家の準備もまた材料が、ああ、じゃあ、鉄鉱石30とかまた用意しろとかそういう話？ちょっとして。ちょっと一応聞いとこう。怖えわ。ハウジングキットを3つ。何？ハウジングキット？お。ハウジングキットを使って3軒分の土を決めてもらうとのこと。それぞれのお家に備え付ける家具の準備もお願い。何？怖い。何かすげえしろって言われてる気がする。ちょっと待って。結局何から何まで俺がやることになっているのでは。木製チェア。こういうのを用意しろってことか。うわ、やば。やべえぞ。使う木材の量とかやべえぞ。斧で必死に木を切り取らないとダメだな。わあ、リンゴのテレビとかめちゃくちゃ可愛いじゃん。欲しい。3軒分どの場所にするか決めろとな。決めろと言うのかい。まあ、渡った先にっていうことだろうね。とりあえず渡った先に来たから、まあ、この辺に家々があっていいっていうことなのかなと思うんだが、こうかな？
ああ、じゃあまあとりあえずここにしましょうか。想像してみよう。どんな家？あ、わかんないな。ちょっと解けないといけないものがあるけど、ここに。まあまあまあ、じゃあちょっとここにしようか。ここにすると、建設予定地を決めた。決めたのはいい。お、スマホが鳴っている。もしもーし、てっとさん。あの、岸田だもん。土地探し、調子はいかがだなもん。よかった。順調そうで安心しただもん。それぞれのお家に必要な家具は予定地の前に置いてあるボックスを確認してちょうだいね。室内用の家具はボックスに入れて、屋外用の家具は直接お家の周りに行かち、屋外用の家具も俺が用意するの。3軒分すべての予定地を見つけて家具も揃え終わったら案内所へ報告しに戻ってきてちょうだい。めっちゃ大変だぞ。地獄みたいな作業任されてる。マジかよ。工事関係者各位、本物件用の家具の手配担当者は説明を確認の上作業をお願いいたします。室内用の家具。リンゴのチェア、リンゴのテレビ、カメ。カメ？屋外用。干し草のベッド、ベンチブランコ、タル。はー。なるほどな。なるほどなって感じ。結構大変だね。とりあえず、そのために木をいっぱい切っとかなきゃいけないということだけは分かった。これ切り倒しちゃって平気だよね。ダメかな。まあじゃあとりあえず、今回は、これで、セレモニーを見て終わりにしようかね。セレモニーに参加したい。前回は録画ちゃんとできなかったからな。セレモニーの参加。今なら歴史商店の開店をお祝いするセレモニーを行えるけど、どうだらも参加してくれるかな。参加しまーす。はいはーい。じゃあ、早速始めるから会場にご案内しまーす。おお、相変わらず少ない島民。それでは、ただいまより狸商店の完成セレモニーを取り行いまーす。パチ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 。ありがとう、ドナム。本当に何もない無人島だった鉄塔だけど、皆さんのおかげでだんだん盛り上がりつつあるだなも。では、ここで完成した狸商店を代表して、豆吉と粒吉の二人に挨拶をしてもらうだなも。豆吉、粒吉、一言ずつお願いするだなも。鉄塔の皆様、皆様のご協力のおかげでこんな立派なお店を構えることができました。愛の豆吉と二人で力を合わせて切り盛りしてます。その狸商店にくしゃみさせます。あ、照れておる。かわいいな。はいはい、どうもありがとうね。次に、たぬき商店の建設に多大な貢献をしてくれた鉄塔さん。きっと他の人何もやってなかった気がしますが、島民を代表して一言いただきたいだも。それでは鉄塔さん、一言お願いするだも。そうですね。まあ、この島の発展を願っているというのはもちろんなんですけれども、この島にね、新たに導入された制度である株について、まあ、皆さんもね、ちょっと不安に思われている方も多いんじゃないかなと思います。なので、一度その株を手に入れていただいたら、株式やからこの私に一度預けていただいて、そこから私が、独自のね、ルートを持ってますので、そのルートを介して皆さんに分配するという形を取らせていただこうかなと、そんな風に思っているわけでございます。皆さん、株で明るい未来を築きましょう。頑張りましょう。いたところでございます。めでたいね。あ、はいはい、カキ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 喋れてたかな俺。本当にその通りだもの。鉄塔さん、どうもありがとう。皆さん、あ、写真撮影だ。写真撮影ボタンどれだっけ。これか。あと、記念写真を撮りたい人はシャッターチャンスに、なんとかボタンを押すのを忘れなく。たぬき商店完成のお祝いと僕らの鉄塔のますますの発展を願いまして、よーっ、うーん、撮影しました。あ、リアクションは？あ、今は撮れないのか。ありがとうございました。これで今回のセレモニーは閉会となります。皆さん気をつけてお帰りください。ふむふむふむ。おー、終わった。終わったな。古い歌が流れてる。
これがミッシン。あー。何この曲、気になるわ。昭和。昭和ケケ歌謡。いいよね、昭和歌謡のこういう感じ。好きだわん。でもまあなんだかんだ集めてたから木材とかもそこそこあるって感じだけどな。でも足りないだろうな。リンゴがやたらあるね。これどうにかしないとな。岩の卵。岩の卵と空飛ぶ卵がちょっと少ない。あとは結構集まってるね。うん。じゃあ、マイルを確認して終わろうか。DIY のレシピを増やすそう。マイルが。500、いいね。物知りな知識人。結構いい肩書きだな。続きまして。手作り家具で暮らしを豊かに。家具を手作りすると愛着が湧くだな、もということで。ハンドメイドの民。いいのもらったな、民。あとは、収納のプロは暮らしのプロ。マイホームのお持ち嫁さんはぜひお家の収納を使いこなしてほしいということで。わあ、1000マイル隠しきれていない才能。褒め言葉なのか悪口なのかわからないけど、結構もらえた。嬉しい。よし。やったぜ。ああ、ちょっと家も手狭になってきたからどうにか大きくしたいね。ということを考えつつ今日はこの辺で終わりましょう。では、また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録等々よろしくお願いします。またねー。